プロ入り前はですね、地元筑前町で幼い頃は自然と遊びの中で野球をしており、ショートやサードを守っていた右バッターだったっていうね、ウィキペディアにありますけれども、これはどうなんでしょうか。はい、もともとサッカーを始めたのは何歳の時。サッカーは小3か4あったと思うんですけど、それまではずっと野球でしたね。大好きで、もう野球が大好き、巨人が大好きでした。誰が好きだった。クロマティとか。あれ篠塚になってますよ。篠塚も好きですね今ね変えなきゃダメですねえ、篠塚の守備センスに憧れていたって書いてありますけど。そうですね。どっちですか、クロマティ。クロマティ守備じゃないと思いますけど、うん、そうですね、今日はクロマティだったんですかね今日はクロマティだったということですけれどもね。